はいこんにちはポップです8月15日土曜日今回は週末スペシャルということで新興国通貨3ペア3通貨の中長期的な目線からの解説をしていきます順番はいつも通りメキシコペソ園から始めまして南アフリカランド園トルコリラ園の順番で解説をしていきますのでよろしければ最後までご視聴ください それではね、まずは冒頭にメキシコペソ園の60分足の解説から始めていきたいと思います。メキシコペソの方はですね、今までちょっとね、最安値付近まで目指すんじゃないか、4.7円をね割り込んだ時には少しそういったね不安をあおるようなね、ちょっとお話もしてしまいましたが、今回はね、明確に逆にね、4.8円を上回ってきたということでね、逆にロングの推奨のパターンになってしまったということでね、ちょっとこのあたりね、 えまあ一週間によってチグハグとしてしまいますけどまあご了承いただければというところでございます、えー、まずはね60分足の一週間ね振り返ってみますとまあレンジのね加減でありました4.7円ぐらいからのスタートで始まった一週間でございますがまあグイグイとね上値を切り上げていきましてですね4.75突破そして4.75でね調整入った後は4.8円4.8円でレジスタンスを食らった後も4.8円突破そして今度もねがっちりと今までのレジ ディスタンスがサポートに切り替わったというところでね、4.8円でもサポートを受けて、4.85まで上昇したということでね、まあ、150ピプスぐらいで、ね、1週間かけて上がったということで、メキシコペソ園、非常に絶好調の状況に切り替わったというところでございます。 これはね、昔から動画を見ていただいた方には何回か説明しておりますが、今まではね、4.7円から4.8円のね、レンジ相場が非常に長かったということで、まあこれ4時間足ベースなので、約1ヶ月間のね、時間軸でございますが、4.7円から4.8円のレジスタンスサポートが長かったんですが、これをね、4.7円、底割れをしてしまったので、少しね、下方向危ないですよというお話をさせていただきました。ただね、これはすぐに V 字回復をしまして、 4.7円再度サポートが入りながら今回ね、ね、えー、ミドルの4.75も上抜けをしますととうとうレンジの上限の4.8円を抜けて、えー、一瞬抜けただけではなくてしっかりとね、えー、このあとサポートが4時間足ベースでも入ったというところで、えー、これはねもう完全に今までのレジスタンスラインが、えー、サポートラインに切り替わったということで、えー、これは方向転換で、えーまあ、ロングが推奨できるようになったと。 いいうようよな状況ででございますのでちょっとね、えー、この辺り、本当に2点3点して申し訳ございませんが、まあ、4.7円をね、えー、抜けた時には、えー、こちらはねちょっと危なかった、ロングは取れませんというお話をしましたが、えー、この4.8円を抜けた今、ですねまあ、壮大なフェイクの後のまあ、上抜けという形になりましたので、まあ、ここはね、えー、しっかりと押し目を拾って、えー、ロングを取っていくというところを推奨させていただきたいと思います。えー、この辺りはね移動平均線、もしっかりと右肩上がりに切り替わっておりますので、まあ、この上側でですねしっかりとこの平均 平均足のチャートがイン線から陽線にいわゆるサポートが入るというような状況があればしっかりとロングを取っていただくという形がね成り立ちますのでましっかりとねまあ突っ込んで買う必要はないかもしれませんがまあ押してきたところでですね4時間足ベースでしっかりとその上側でね移動平均線の上側で陰線から陽線これ切り替わったところではしっかりとロングを組んでいただくという形でよろしいかと思いますまあえもうちょっとね細かいトレードをしたいという方はね60分足も参考にしていただければと思います ですが考え方としては一緒でございます移動平均線が右肩上がりでしっかりとねその移動平均線付近で陰線から陽線に切り替わるというところがあればロングを組んでいただくという形でよろしいかと思います冷やしの方も見ておきましょうはい冷やしの方はねまぁ、あ、非常にちょっと8、えー、線が細かくなってしまって申し訳ないんですが今までね4.7円から4.8円で こちょっと細かくてね、申し訳ないんですけど、ここが上限のこちらが下限ですね。えー、ここが久しく長かったというところでございます。一旦下抜けしたんですが、えー、明確にね、落ち込むことなく、史上最安値も近づくことなく、今度は上抜けという形で出てきました。ボリンジャーバンドが今まで狭まってきた中ですね、今回は上抜けという形でね、またボリンジャーバンドを広げて上がっていく。まあ、いわゆるね、こちらの5月ぐらいから6月にかけてのね上昇の 再来と思ってももよろししいかもしれません、えー、今回ねまだまだ初動というところでございますので、まあ、しっかりと、えー、こちらの、ねえー、例に習いながら、えー、しっかりと、ね、レンジを経、えーえー、た後にですね上抜けということで伸びる今もレンジがね長いことありましたがまた上抜けの様子が出ているというところを考えますとしっかりと4時間足ベースをメインとしまして押し目をつけたところ移動平均線が右肩上がりでその上側でね陰線から陽線になるところでしっかりとロングを組んでいくという形で、えー、中長期的にもよ よろしいかと思いますので参考にしていただければと思います。はい、えー、以上でね、えー、メキシコペソ円解説を以上としまして、えー、続いて南アフリカランド円を見ていきましょう。 ランド円の方うもメキシコペソが今先行して上げているという状況でございますが南アフリカランド円の方もかなり上がってきたかなというところでございます今週は6.0円付近からスタートしたというところでございますが一時は6.0円を割り込みまして5.95ぐらいまで下がったというところでございますただね先進国通貨の株式の上昇という下支えもありましてそれから6.0円再度戻りますと今回ねこちらも上がって 上がっったところでししかりサポートそして右肩上がりの移動平均線の上側でサポートを受けて一旦は6.15、ちょっと週末のね木曜日、金曜日ぐらいは6.1と6.15の、ね、レンジを作っているという状況でございますが、まあ、こちらもねメキシコペソの上値をねブレイクしたところを見ますと6.15を超えてくるケースも十分にありえるかなというところでございます。 そして4時間足ですね、こちらが1ヶ月の時間軸でございますが、こちらの方もね、明確に移動平均線が右肩上がりに切り替わった、右下下がりから右肩上がりに切り替わったというところでございます。 今までね、こちら4時間足の説明では、6.3円ぐらいからですね、お試しのロングをね、していって、6.1円が明確なサポートレジスタンスラインなので、この辺りである程度のロット、そしてね、6.0円終わったところで、こちら6.1円もまた回復というところでね、今までのお試し買いがそろそろ報われ始めるところかなというところでございます。そして、これからね、ロングを取ることによって、移動平均線が右肩上がりになってますので、この上側ですね、 でですね、しっかりと推移すると、今までは、ね、この下側で推移しておりましたが、今回は、ね、上側で推移することが想定されますので、こちらのレンジブレイク6.15を上に出てしまったらです、ね、しっかりとこちら上昇トレンドに乗ってくるかなと思いますので、まあ、今までの、ね、売り圧力も多少あるかもしれませんが、しっかりと、ね、移動平均線のサポートを受けながら上昇する可能性は先行するメキシコペソをビルと、まあ、ありえるかなというところでございます。よって引き続き続今の、ね、6.1 1号よりか下のところではしっかりとロングを組みながらえブレイクしたところでもですね押し目をつけたところ、まあ、移動平均線よりか上側で要線から陰線つけて、えー、再度、えー、要線に切り替わる。 こういったねサポートが入ったところどころでロングを積み重ねていくというところがねよろしいかと思いますので、まずは今までのね下落をパッと取り戻すためには6.3円ぐらいまでねちょっとこの辺りでサポート出ておりますが、それまではねずっと下がっておりましたので、6.3円ぐらいまでは目指せる展開が出てきたかなというところでございますので、まあ、今のうちにねロングを仕込んでおくというのは悪い選択肢じゃないかなというところでございます。こちらも冷やしチャートの方を見ておきましょう。 はい、日足の方もですね、まあ、大きく見ますと、ダブルトップということで、6.5円ぐらいでですね、6月の上旬と7月の下旬ですね、こちらをつけて下がってきていたというところでございます。ちょっとね、一時6.1円のこのサポートラインですね、ここを割り込んだところにはところでは不安感がありましたが、結局はね、6.0円という明確な節目のところを少し割ったところで反発してきたというところでございます。もちちろんねね移動平均線ががこれから、ね、ちょっと右下下がる中で 攻めてくるというところもありますので、ちょっとね抵抗を受けながらもあろうかと思いますが、えー、このままね、えー、やっぱり日銀の金融緩和の政策ですね、まあ、それによって、えー、まあメキシコペソもしっかりですし、えー、あとは、えー まあ米ドル以外のねクロス円レートがかなりね円安になっているというところであれば少しばかり新興国通貨にも資金が流れやすいんじゃないかなというところでございます。まあ、よってレジスタンスは食らうとは思いますが、まあ、このあたりはね明確にそこがまあ レジスタンスラインということで、明確にトレンド変換するというところではなくて、も、まあ、み合いながらも、またね突き破っていくんじゃないかなと、個人的には思っておりますので、まあ、そういったところはねしっかりと4時間足ベースでね、ねまず基本を見ていただきながら、この移動平均線を平均足のチャートが割り込むまでは、ですねロングを継続という形でよろしいかと思いますので、参考にしてください。 はいえー、以上でね、えーメキシコえー、南アフリカ、ランド円を終わりまして、最後に、えー、どうにもならないトルコーリーライン見ていきましょう。 はいえー、最近、ね、もうトルコリラインをディスるのが、ねえーまあ、なんかこの解説の、ね、中心になってしまいましたけど、えー、トルコリライン、ね、今週に関しても、まあ、非常に、ね、上がらなかったということで14.50ぐらいからスタートはしたんですが結局、ね、上に25ピプス上げたところ、まあ、株式の、ね、支えがあったというところはありましたが、まあ、25ピプス上げたのが限界だったからというところでございます。結局のところ再度、ね、を割り込んでしまって 1>, で1週間のねまあ、これあのこの下ヒゲというのはいわゆるねスプレッドの関係という形なので、まあ、アスクレートで見ていただきますとこちらねしっかりと安値付近で終わってしまったということで全くね日銀の金融緩和、他の通貨がね高くなっている円安の状況を受けていないというところでございます。 まあ、トルコも、ねえー、何回かお話ししておりますが、えー、まず、ねえー、工業が昔ながらの、ねえー、さあ産業がが昔ながらの産業ということで、まあ、自動車産業だとか繊維産業、えー、こういったところは、ね、もう時代遅れになりつつあります。あと、えー、観光業のところも、えー、コロナウイルスの感染拡大でなかなか、ね、収入が得れないというところで、えー、国自体は苦しい。そして、えー、コロナウイルスの感染拡大も広がっていますし、あとロシアと仲良くすることによって、まあ、米国との仲も悪くなるケースがある。まあ、ちょっとと、ね、今悪いところを 羅列させていただきましたが、まあ、こういったところでね、なかなか上がる材料がないというところでございます。あとね、外貨準備額もトルコの方はね、非常にま少なくなっているというところでね、ちょっと発泡塞がりということでもう一度ね、下の方にブレイクする可能性が十分にありえるかなというところですね。 4時間市、こちら1ヶ月間の時間軸で見てみましても、安値付近、そしてね、冷やしベースで見ても、安値付近ということでね、何を隠そう、ここがね、市場最安値というところでございますので、また市場最安値をブレイクするところは十分にあり得るかなというところでございます。そして、何度もお話している通り、週足で見ますと、毎年ね、8月に過去2年間、去年と一昨年ですね、大きな下落があるというところのねリスクを考えますと、今の状況でしっかりとね、 ロングを組むというところではなくてやはり下がるのを待つもしロングを取りたいのであればしっかりと大きくね混乱するようなパニック売りが起こってからロングを取るというところ以外はですね手出し無用というところでございます。あとねショートを取ったらどうかというようなねお話もありますがショートはねいつ下がるかわからないもしかしたら下がらないかもしれないというねところもありますのでショートは推奨しませんというところであくまでも大きく下がったところでちょこちょこっともらえるようなねイメージで 考えていただければと思いますので、まあ、そういったところで、ね、大きく下げることがなければ、トルコーリーラインの方は無視していただいて結構というところの、ね、スタンスで臨んでいただいて、まあ、そのまま上がった場合は、あまあしょうがなかったねという形で、ね、諦めていただくことも大事かなと思いますので、参考にしてください。 はい以上でね、新興国通貨3ペア3通貨の解説を以上といたします。今回の動画が少しでも参考になったという方いらっしゃれば、いいねボタンやチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今週も1週間お仕事あった方お疲れ様でした。トレードやられた方もお疲れ様でした。また来週からね、お仕事再開の方も多いと思いますが、頑張っていきましょう。バイバイ。